こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットは始めていきましょう。いよいよですね、敵地でバルオカルチョクラシックシュラスコ戦2戦目です。強いです。選手データ見てみましょう。まだ緑が戻ってこれてない。通常メンバーで戦わざるを得ません。行きましょう。ちなみにこちらのホームでやった第1戦は0対0スコアレス同、2戦の成績で争われます。チャンスが高いですね。とにかく相手が高いんだよ。相手ボールは総員です。見つけキャッチ。直接ボールを拾いたい。お、ダメ、危ない。さあ、これナーコに。何これ、あっと、波、相手ボールを揃いんです。これ穴のとこに来ますね。チャンス奪えません。ファウルか。シミュレーションもうまいですよね、相手。あっと、捉えてしまう。第一、うまい。さあ、もう前半もほとんど時間がない。前半終了。まだ試合得点がありません。チーム全員回転勝負にかけます。いいかな。ちょっとタイミングが合わなかった。ああ、危ない。斜め。さあ、相手ボールをスローイン。君は頑張ってます。さすがに
冴えてきてますね。おっと危ないアンです。あーさあコーナーキック、絶対的なピンチです。エリカが相手ボールをスローインになります。ピンチは続く。見つけはキャッチ、両者まだ均衡が破れません。わずわず、この節子はクリアですね。アンデスは強い、前へ行きますからね。相手ボールはすごいんです。ピンチが続きます。あー後半ももうあとわずか、アイシャルタイムは1分。試合これで前半後半戦い抜きましたね。 PK 戦か、PK 力だよな、これキック力だよっけ。疲労がありますが、あんまり考えないでいいでしょう。走力はあまり考えなくていい。キック力ですよね。キック力は高い方がいい。夏毛持ち網キッカーに選べます。トスってこちらが選んでるんだけど、久しぶりの PK 戦ですね。あー完全に裏を固めた。クリミア切ります。これ入れないと厳しい。あーとえ、見慣れてしまう、弱れてしまった。おっとミスった。さあ、ナーコ。あーっと、読まれていました。それを上回りました。1対1。おっ、止めた！さあ、これで、逆に、チャンスかも。決めました。2対1、リードです。エナメルソン。止めた。これ決めれば勝ちです。エリカ決まりました。クラーカリバーズ勝利。 PK 戦の結果、 PK 戦までもつれ込んだ結果、クラーカリバーズがシュラスコを破りました。
けが優秀なんですよね、多分。ピンチ、本当にピンチの連続だったんですね。それを2試合分1点も決めさせられなかったが大きかったと思います。シュートの枠内なんかゼロだもんな。こちら最後 PK 戦だけで決着したって印象です。フルにいただいてます。本当に勝負強くなりましたね。さあクラーカリバーズ PK の結果進出、準決勝に進出。相手はトルティージャ、もちろんやっぱり強いチームでしょうね。引き続き強いチーム。手が強いっていうわけでもないんですよ。全員強い。特にやっぱり中盤の層の厚さ。こちらは PK 戦で勝ち上がってきましたからね。他アイスバイ、バルサミコを相手に、バルサミコ強いんですよ。モッセネ、ちょっとこのチームは落ちるけど、そういうのクラーカリバーズ強いですからね。準決勝進出です。そして緑が復帰、クルミが疲れております。前回はクルミが休みですね。その次回ですが、うわ、リマス大阪だ。こちらはエーススタイカー北原が怪我をしております。そういう意味では決定力が大きく損なわれているわけで、固いゴールキーパーをいかに破るかっていうのが、勝負のポイントになるんじゃないかなと思います。ちなみにリーグ戦の成績です。東京首位ですね。ただ7点差なんで、2位取ることがまあ目標かな。ということで、エリカが緑が戻ってきたクラーカリバーズです。リーグ戦も頑張っていきましょう。そしてワールドカルチョクラシック、粘りのサッカーで決勝進出といきたいところですね。ということで、1回戦勝利をお伝えしてお別れしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いします。スイッチもやっておりますんでね、ぜひアクセスしてください。
ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。